さん、こんにちは。西川瑞希です。今回はクレンジングジュースの紹介をしたいと思います。じゃん。で、これは代官山にあるクレンジングカフェというところのクレンジングジュースなんですけど、その中でこっち緑の方が一番人気のもので、エメラルドっていうやつです。で、こっちが2番人気のルビーっていうやつなんですけど、今日はこの2つをちょっと飲んでみたいなって思います。私も結構クレンジングジュースが好きで、去年あたりから飲んだりもするんですけど、これから夏になっていくとデトックスやっぱし、ね、して毒素を排出してスッキリしたいなって思います。これは普通のジューサーのジュースに比べて栄養素の取れるのが 2,3 倍も多いみたい で、野菜が1キロ分も取れるみたいです。これ一つで1キロってどんくらいなんだろう。でもすごい、なんかすごい感じする。いただきます。はい。うん、あ、でも全然美味しいです。小松菜とセロリときゅうりとキャベツ、パセリ、レモン、リンゴ、グレープフルーツが入ってるみたいなんですけど、なんか多分リンゴとグレープフルーツのそのフルーツの甘さもちゃんと入ってるから飲みやすいです。で、これはデトックスとか疲労回復にいいみたいで、こんな感じで書いてあるんですけど、私結構ほんとこういうのが大好きなので、全然1日何本でも飲める感じします。次にこちらのルビーを飲んでみたいと思います。なんかこっちの方が味が濃そうな感じですね、赤いから。ここのカフェはカフェの中でも飲めるし、こういう感じで持ち帰ることもできるみたいで、おしゃれなカフェです。これはビーツ、人参、レモン、ジンジャー、オレンジ、リンゴが入ってます。うん、あ、美味しい。こっちの方が甘い。でもなんか甘いんですけど、飲んだ後にちょっとジンジャーのなんかピリッと感があって、私すごいジンジャーが大好きだから、すごいそれが美味しいです。これは血液サラサラ、むくみ防止、冷え性改善などにいいみたいで、私すごい冷え性だからいいかもしれない。でもなんかこうやってなんかその飲み物によっていろいろとこれにいいよみたいなのがしっかり書いてあると、いろいろ自分に合ったものを探せそうでいいなって思いました。なんかこんだけ入ってるとなんか想像するとドロッと感みたいなのがあるかなと思うんですけど、飲んでみると結構サラサラでなんかスーって飲める感じなので、すごい飲みやすいし、夏とかでもなんかドロドロのものってなんかちょっと重たい感じに思うんですけど、これ結構サラサラだから夏でもごくごく飲めるかなって思います。なのでちょっとぜひ皆さんもデトックスにちょっとカフェへ遊びに行ってみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。